リエのゆかりです。今日はオムレット第2弾おかずオムレットを作りたいと思います。材料はこちらです。卵2個、お砂糖 5g、 マヨネーズが大さじ2、ホットケーキミックスが 30g です。はい、まず白身と黄身に分けます。黄身にマヨネーズを加えて混ぜます。白身を泡立っていきます。少しツノが立ったらここにお砂糖を加えます。はい、このお砂糖を加えることで泡を安定させることができます。そしたらこれを低速で泡立てていきます。はい、そしたらこの卵黄の液をこの中に入れていきます。さっくりと混ぜていきます。はい、ちょっと混ざったら最後にこちらホットケーキミックスを入れます。これをふるいにかけて入れます。そうするとダマになりにくいです。でこれもさっくり混ぜていきます。フライパンに火をつけて油を敷いて弱火にします。そしたら先ほどの生地を流し込みます。蓋を開けて表面がふつふつしてきたら裏返します。はい、そして火を止めて1分余熱で温めます。はい、そしたらこれを取り出して冷ましておきます。はい、はい、まずマヨネーズを軽く敷きます。この上にスクランブルエッグをのせます。そしたらこれを両端を持ってキュッと折りたたんで両端をククッと縛って後をつけます。はい、こちらおかずオムレットが出来上がりました。こっちがスクランブルエッグオムレットとこちらがアスパラソーセージのオムレットです。はい、ということで今回はおかずふわふわオムレットを作ってみました。今回はおかずオムレットなのでマヨネーズを多めに、そして、お砂糖を少なめにして作りました。今日はアスパラとかキャベツとか旬の食材を使いました。皆さんもエッグなオムレットを作ってみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタンを押してぜひぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。